受胎告知、またはカバルカンティの受胎告知は、イタリアの彫刻家ドナテロが制作した彫刻である。セーツゲ、またはカバルカンティ家の受胎告知とも表記される。英語では、カバルカンティタバナクル、またはアナンシエーションタバナクルとも呼称される。1433年から1435年頃に制作された。 高さは4 2 0トル、幅は2 7 4トルであり、奥行きは3 0トルである。サンタクローチェ聖堂が所蔵しており、同聖堂の南側廊の壁面に設置されている。ドナテロは、サンタクローチェ聖堂内のカバルカンティケの礼拝堂のために本作を制作した。取材料として、ピエトラセレーナと呼ばれるサガンが用いられており、プットには、 テラコッタやスタッコが用いられている。1895年、本作の複製がジュゼッペレッリによって作られている。この複製は石膏を用いたもので、ビクトリアアルバート博物館で展示されている。キリスト教の聖典である新約聖書に書かれたエピソードの一つ、受体告知がテーマとなっている。聖母マリアは、 大天使聖ガブリエルが現れたことに驚いた様子で背後にある初見台や閉ざされた扉の方に身をのけぞらせている。ガブリエルは両腕を胸の前で交差させひざまずいて聖母マリアを仰ぎ見ている。聖母マリアは開かれた状態の自動書を携えている。聖母マリアの像は古代ギリシャ時代の彫刻の影響を受けているとされる。聖母マリアとガブリエルの像は 高浮彫りと呼ばれる技法が用いられている。作品の上部には3組6体のプットの像が配置されている。作品には随所に金メッキが施されている。ピラスターの上端部には仮面があしらわれている。翼を持った花冠は建築家レオン・バッティスター・アルベルティの紋章である有欲の目を反映したものであるとされる。 1994年から1995年にかけてイタリアの文化財、文化活動省の機関の一つである奇跡、修復研究所によって修復作業が行われ、もともと作品は大理石調の外観にするために白色に塗装されていた可能性があること、19世紀の金メッキはもともと施されていた金メッキを反映していることが明らかになった。 画家で建築家のジョルジョ・バザーリは、1568年に、本作における聖母マリアについて、次のように記している。思いがけない天使の出現に驚いた聖母マリアは、優しく、おずおずとした見ごなしでこの上ない敬意を表している。またバザーリは、プットについて、次のように記している。高さに怯えて、お互いにしっかりと抱きしめ合っているように見える。ありがとうございます。